明けましておめでとうございます。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。新年一発目の紹介したいゲームはこれ、ペイント・ザ・タウン・レッドだ。なんか街落ちで染めるみたいなニュアンスの言葉。その言葉の通りマジでたくさんの血が流れます。どんなゲームかというと、一人称視点の格闘、シューティングバトルロワイヤル、そしてローグライトもあるよって感じのゲーム。とにかく、Steam でのレビューが圧倒的に好評。値段は通常時2050円で、セール時になると1230円まで下がります。この値段でここまでの面白さは私的にも圧倒的に好評。買い一択です。シングルとマルチとあるんですが、今回はシングルでやっております。でもゲームスタートしているんですが、とにかく人を倒していけば OK。その辺にあるものを拾って武器にして戦うのが戦闘スタイル。この戦い方はコンデムドを思い出しました。素手で戦ってもいいのですが、威力がないのでできるだけ物を拾って武器にした方がいいです。全員ぶっ倒して最後まで生き残った者が勝者になります。まあバトルロワイヤルですね。シングルだと相手は CPU になるのでそこまで。マルチで遊ぶと超楽しいって感じ。シングルプレイの本命は違うモードにあります。ちなみにバトルロワイヤルモードのマップを個人で作ることもできます。しかしエディターモードでは日本語になってなく難しくて、私には無理でした。自分だけのマップを作成し、フレンドを招待しみんなでバトルロワイヤルってのも面白そう。英語がわかる方ぜひ自分のマップ作ってみてくだされ。さあ、ここからがシングルモードの超面白いモード。ランダムダンジョンに入り、最下層にいるボスを倒すっていうモード。ローグライトな感じのモード。私は一回最下層まで行き、ボスを倒してきました。2回目の最下層はどうなってるのかわからないので未だ探索中。クラスが没あり、HP や攻撃力スピードなどの違いだけではなく、スキルも違ってきます。難易度は結構高め。敵の一発の攻撃力がものすごく高く、体力が少ないクラスだと一発で死ぬなんてこともあります。バックアタックっていう概念があって、後ろから不意打ちを食らうとかなりのダメージ。おすすめのクラスは前衛って書いてあるこのクラス。武器を拾って戦うスタイル。いろんな武器があって武器の耐久力もある。クラスによってその耐久力の違いも出てくる。強い武器を壊さずに持つ。これがこのゲームの攻略法と個人的に思ってます。洞窟1。ここからダンジョンスタートです。いろんな能力や効果を付与してくれるアイテムがあります。これは何個も持てるもので、どのアイテムを持ってるかで難易度も違ってくるのでまあこの辺は運。リスクオブレインにはご存知でしょうか？あんな感じのゲームを FPS にして格闘にした感じと思っていただければ。どこかに下に続く道があるのでそれを見つけること。で道中にはゾンビとか魔物的なのがうようよいます。敵を倒すと右下の金と紫のアイテムを入手できます。これは道中のショップでアイテムを購入するときに使います。なので、できるだけ敵を倒すことも攻略の鍵となります。それと敵を倒すと左下の青いメーターが上がります。これはスキルポイントで3段階あって、1段階ごとに違うスキルが使えます。3段階全部溜まった時に使うスキルはかなり強力となります。クラスごとにスキルが違ってくるので色々使ってみてくださいね。武器の種類はかなりあり、攻撃力や耐久力が違ってきます。また銃のような遠距離武器もあります。遠距離武器の場合は弾数が初めから決まっており、リロードはなし。弾が切れたら終わり。ボーガンとかクロスボウとか、上位になってくるとアサルトライフルなんてのもあります。こうやって、武器を拾い敵を倒し下に続く出口を探すわけですな。ショップがあったら必ずやっておくことがあります。紫のアイテムを使ってアップグレードをすることができます。すべてのクラスに対応していますので、ショップがあったらアップグレードをしていきましょう。スタミナや HP や武器の耐久力など上げられます。またここで武器のアンロックも行えます。上位の武器はまだダンジョンにドロップしてない状態で、ここでアンロックすると見つけられる可能性が出てくるということ。上位の武器になればなるほどドロップ率も少なくなってきますので、運によっては最後まで出てこなかったってこともあり得るかも。敵にやられてしまうと、金と紫のアイテムがなくなってしまいます。なので死ぬ前に持っているアイテムは吐き出しといて、ショップでいろいろ買っておくこと。マップは私が確認したところ、洞窟は3まで、次は青の洞窟ってところに行ってそこも3マップぐらいあった気がします。4ステージの3マップ。
って感じで全部で12マップ攻略したら最後のボスにたどり着きました。最後のマップの方はもうめちゃくちゃ迷路。地図というものはないので、上のコンパスを頼りにゴールを目指さないといけません。同じような通路と部屋があるようなマップだと自分がどこにいるのかさえわからなくなります。さらに時間かけてさまよっていると、追跡者という倒すことができないモンスターが召喚されます。もしかしたら倒すことができるのかその辺もわからないモンスター。攻撃が当たらないし、壁をすり抜けてまっすぐ向かってきます。ある程度時間も意識しながら攻略していかないといけません。その辺も難易度の高さの一つだと思います。敵からのダメージもでかいので、被弾率も抑えないといけません。ヒット&ウェイしながら戦う感じですねー。他のクラスでウォーロックってのがいます。魔法を打てて遠距離攻撃が可能です。しかし、近接武器の耐久力が低くすぐに武器が壊れてしまいます。このクラスはボウガンなどの遠距離武器を装備したいところ。遠距離武器の弾数を2倍にするアイテムなんかもあります。こういったローグライクのゲームは、どのクラスでどのアイテムがあるかの組み合わせがとても重要。組み合わさった時の無双感を味わうのが醍醐味と個人的に思っております。他にもクラスはございますが、それはぜひ自身で遊んでみてくださいね。年始のお休みにゲームをお探しの皆さん、高難易度のダンジョンをすべて現地調達して攻略してみませんか？まだまだおすすめしたいゲームたくさんあります。これからも紹介していきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。